こんにちは、お取り寄せ王女アスカです。今私は大阪にある、朝日劇場っていうところに来てるんですけれども、カイジと、ベジータのレトロゲームっていうイベントにゲストに呼んでもらって来ています。でね、まあ、このイベントはあのレトロゲームファミコンとかスーファミとかをみんな の前で一緒にやるっていうイベントなんですけど、ゲームをするんですけど、コントローラー握るときにこう舞台やからね、人前やし多少緊張するしね、焦ると人間どうなるかというと手汗をかきますよね。でそうなったらもうつるーんと滑って出る昇竜拳も出ないと、そうなったら大変なので、私今回こんなものをお取り寄せしました。じゃん、テサラン。これはなんかね、すっごい手汗をね、ストップさせてくれるやつだそうで、かなりレビューが良かったので、これをね今から塗ってイベント後まで手汗かかないのか検証したいと思います。もうめっちゃ簡単ですよ。手や足などの汗の出やすいところを清潔にした後、適量を塗ってください。手を洗ってきたので、これをこう出してこうする。すごいみずみずしい。え、これで手汗レープなのかな。匂いはね、薬用リップみたいな匂いがする。もっとかな、適量ってどれぐらい。でもさっきより濡れた気がすんねんけど、もうちょっと塗る。もうちょっとこれぐらい塗ってみましょうか。指の間とか。よし、これでやってみます。というわけで、アスカも出ながら鍵の登場。終わって帰ってきました。すごいです。思った以上全然手汗かかんかった。何これ。ほら、私ね、舞台だったらちょっと緊張してね、じんわりくることが多いんですけど、今日のゲームのねリモコンもめちゃくちゃ握りやすかった。全部負けたけど。手汗にお困りの方、何か緊張する、人前で話さないといけないとか、デートとかそういうの控えてる方、おすすめです。